吉田さん、なんかね、30代になると体がガクッとくるとかね、40代になるととか、50を過ぎるととかっていうのは今まで散々聞いてきたんですけども、私の場合そういうの全くないですね。今のところ何かが衰えたって感じはしないですし、記憶力も別に悪くなってないですしね、行動力も瞬発力も全部ね、なんか全然あるんですよ。まあ、ただその肉体の方は確かにね、持続力はなくなってきたかなと。ズバーッとね、ダッシュをして何十本も行くっていう風な、その自信はないですね。息切れも早くなって、まあ、今ね、スクワットとかをやるようにしてるんですけども、それからウォーキングとかをね、体は温まるんですよ、すごく。だから、暖房ついてる部屋からウォーキングして帰ってくると、もう汗かいてるんで暖房切るんですよね。で、まあ、最近ね、気がついたんですけども、暖房つけてると、あったかいから体動かさなくて、もっと体が冷えるんですよね。だから適度に涼しいぐらいの温度に意図的にして、暖房を切るとね、足とかこうやって動くんですよ。体が動くんですよ。そうするとね、体が動くことによって暖かくなってカロリーも消費してきてみたいな感じがあるんで、だからなんかね、動くっていいなと思いましたね。歩くっていいなと思いましたね。コンディション確かめられるし、なんかスクワットすると確かに息が切れるんですよ。で、そういったところは確かめられるんですけども、ガクッときたっていう感覚はないですね。吉田さんももしかしたら運転8時間もして腰が痛いって感じてぐっすり眠れたのかもしれませんね。まああれはあるかな、私もね。昨日徹夜したんですけども、今日は本当に短い時間ですけども、すごく深く眠れたような気がします。いってらっしゃい。